株式会社 NTT プララは NTT ドコモグループの企業日本の個人向け大手インターネットサービスプロバイダープララを運営している IPTV サービス光 TV を運営しているほか、IP 電話プララフやンや、光 TV ショッピング光 TV ミュージック光 TV ゲームなどのマルチサービスを展開しているオンラインショッピングモールの利用 各種電子メールサービスの利用、インターネット接続サービスその他をチケットとして購入するという独自の利用形態で提供を始めたことに特徴がある。2005年現在は、インターネット接続、メール、プライベートホームページ、IP 電話プララフォン、ブロードバンド映像配信サービス、ネットワーク対戦ゲームなどを提供する。 提携企業のサービス利用等による基本料金の割引制度は多岐にわたる。プララのネットワークの他に IIJ との提携により、同社のネットワークを利用できるサービスもオプションとして提供されている。また、従前より行われていた P2P P 通信の規制について2006年3月には w i n n の完全規制を行うと発表。 準備が整い次第完全規制する予定であったが、電気通信事業法に定められた通信の秘密を侵害している可能性が高いとの総務省の見解を受け、後に利用者側でフィルタリングの ON、オフを設定できるようにすることを発表した。NTT グループ内には、他にも OCN、ウォーケワック、モペラ U、フレッツコースなどのフレッツコー対応 ISP があるが、 それぞれグループ内で競争、提携を行っている。かつて、NTT コミュニケーションズの子会社である、NTT レゾナントが運営する、ポータルサイト、グーの有料会員サービス料金を、プララで支払える連携サービスを行っていたが、2011年9月30日を、もって終了した。NTT ファイナンスが提供している、タバルマルゴと決済を取り扱っており、申し込めば、 プララの利用料金を NTT ファイナンスから請求されている NTT 東西コムドコモの料金と一括請求するができる ISP としては珍しくセカンドレベルドメインが ne.jp や co.jp ではなく or.jp のままである ISP 事業は2008年12月末時点で282万契約で このうち145万人が光ユーザー ADSL を含めたブロードバンドユーザーは237万人と大半で今後も光を中心に加入者獲得に力を入れる考えを示しているメールアドレスは基本的に plala.or.jp となる法人向けのサービスとしてウェブサーバーの構築やオフィス間通信のセキュリティを高める ための VPN 構築等を実施している。固定 IP1、IP8、IP16、IP32、IP64 の5種類のメニューがある。その他に、ハウジングサービス、ホスティングサービス、専用線接続サービス、IP 電話、テレビ電話、独自ドメイン取得といったものを提供している。ヒ TV の法人向けサービス、ヒ TV4 ビジネスもこの範疇。 同じ NTT グループのグーの機能を利用したポータルサイトを利用できる。グーの検索エンジンを利用した検索サービス、グーニュース、天気予報、教えて、グー、グー辞書といったサービスを利用することができる。ABCDF e 株式会社、NTT プララ第26期決算広告、NTT レゾナントとプララ、 ユーザー ID の連携を開始 -japan.internet.com2005 年9月2日10時、電子書籍サービス、光 TV ブックの提供を開始。2017年4月23日閲覧。プララ、MVNO から撤退、プララモバイル LTE 終了、IT メディアニュース2017年5月8日9時58分、光 TV エントリープラン。 h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w p l a l a o r j p スラッシュオプションスラッシュ光 TVM ありがとうございます。